家具インテリア専門店の匠大塚が、日本海側では初めて金沢市の百貨店香林坊台場に出店し、今日プレオープンしました。匠大塚は桐たんす職人の町、埼玉県春日部市に本店を置く家具インテリア専門店で、国内6つ目の店舗として日本海側で初めて金沢市の香林坊台場に出店しました。店内にはフェラーリや北陸新幹線の車両のデザインを手掛けた世界的工業デザイナー奥山清之さんが代表を務める会社とコラボレーションしたインテリアなど、厳選したおよそ200点の家具が販売されています。匠大塚では伝統が息づく金沢で価格以上の家具の価値を感じてほしいとしています。匠大塚っていうのはすごく高いっていうイメージあるかもしれないんですけども、やっぱり価格以上の、価値を、皆様にご提供していきたいという、気持ちがありますので、ぜひもう気楽な気持ちで、足を運んでいただければ嬉しいなと。匠大塚金沢香林坊台場店は明日グランドオープンです。